ジョゼと虎と魚たちは、田辺聖子の短編恋愛小説、及び本作を表題作とする短編集。月刊角川1984年6月号に発表、角川書店より1985年3月27日刊行の同名短編集に収録された。足が悪いためにほとんど外出をしたことがないジョゼと、大学生、常夫との純愛とエロティシズムを描く、ラブストーリー。2003年に実写映画化され、2020年には、韓国で実写映画がリメイクされた。また、同年には、原作小説から新しく脚色した、劇場アニメ版が公開された。劇場アニメ版は、同シナリオに沿ってコミカライズ、及びサイノベライズ化されている。鹿島市の山村久美氏は、ジョゼと名乗り、生活保護を受ける祖母と二人暮らし。祖母はジョゼを人前に出すのを嫌がり、夜しか外出させない。ある夜、祖母が離れた隙に何者かが、ジョゼの車椅子を坂道に突き飛ばす。車椅子を止めたのは、大学生の常夫だった。それをきっかけに常夫は、ジョゼの家に顔を出すようになる。ジョゼは常夫を管理人と呼び、高飛車な態度で、身の回りの世話をさせる。常夫は就職活動のため、ジョゼの家から足が遠のく。市役所に就職が決まり、久しぶりにジョゼを訪ねると、家は他人が住んでおり、ジョゼは祖母を亡くして引っ越したという。引っ越したアパートを探し当てるとやつれたジョゼが杖をついて出てくる。ジョゼは引っ越しのため家財道具を売り払い、2階に住む落ちぶさ触らしてくれたら何でも容したるという中年男性に悩まされていた。心配した常夫が痩せてしなびとると口にすると、ジョゼは激高し出て行けと叫ぶが、常夫が帰ろうとすると引き止め、すがりつく。その夜、二人は結ばれる。翌日、常夫は車を借りて、車椅子を積み込み、ジョゼとドライブする。ジョゼは動物園に行きたいとせがみ、車椅子で虎の檻の前に行く。虎の方向に怯えるジョゼは常夫にすがりつき、一番怖いものを見たかったんや。好きな男の人ができた時にという。ジョゼと常夫は新婚旅行という名目で、九州の海底水族館に行く。ジョゼはホテルの対応に悪態をつきながら、水族館の海底トンネルを堪能する。夜中に目を覚ましたジョゼは、自分も常夫も魚になった。死んだんやな、と思う。それから常夫は、ジョゼと籍も入れず親にも知らせない結婚生活を続けている。ジョゼはゆっくり料理を作り、洗濯をして、一年に一遍二人旅に出る。ジョゼは、あたいたちは死んだもんになってると思う。ジョゼにとって完全な幸福は、死と同義だった。作品の舞台は明示されていないが、登場人物は大阪弁を話す。ジョゼと虎と魚たちと題し、表題作を含む短編9編を収録し、角川書店より1985年3月27日に刊行された。収録作品をお茶が熱くて飲めませんうすうす知ってた。恋の棺それだけのことに作りはもう済ませて生け捕られて、ジョゼと虎と魚たち男たちはマフィンが嫌い雪の降るまでインドを一新監督が映画化。2003年12月13日にシネクインと他全国順次公開。PG12 指定。主演の妻夫木聡と池脇千鶴、江口のり子のベッドシーンが話題になる。ロックバンドのくるりが音楽及び主題歌を担当した。第27回モントリオール世界映画祭、第39回シカゴ国際映画祭、第16回東京国際映画祭などに正式出品。常夫は雀荘でアルバイトをしている大学生。最近、卓上で話題になっているのは近所に出没するばあさんのこと。その老婆は乳母車を押しているが、乳母車に乗せているものがわからないというのだ。常夫は、ある日、偶然老婆に遭遇し、乳母車に乗っているのが少女であることを知る。それが、ジョゼとの出会いだった。足の不自由なジョゼは、外の世界をほとんど知らなかったが、常夫と出会ったことで様々な経験をする。常夫は、ジョゼのことを愛していたものの、障害のある人間と向き合う責任、女性を抱えきれない自分への弱さから涙を流す。常雄の主な関係者、女性の主な関係者その他2020年12月10日に、韓国で、キム・ジョングアン監督による実写映画のリメイク版、女性が公開された。ハングルのは朝鮮語では、女性ではなく、チョジェと読む。また、常雄にあたる人物は、イ・ヨンソクという名である。主演は、ハン・ジミンとナム・ジュヒョク。ワーナーブラザースコリア配給。日本では、キノシネマにより配給され、現代と同様、女性と虎と魚たちとして2021年10月29日に公開予定。田村光太郎監督により映画化。2020年12月25日全国公開。映倫の区分は G。主演は中川博史と清原果耶。主題歌と挿入歌は共にイブが担当した。脚本はアニメーション作品初参加の桑村さやか。絵コンテは本作が映画初監督となる田村光太郎が一人で手掛けた。先行作品のリメイクではなく実写映画とは全く違うアプローチで原作小説を脚色している。2020年の第25回釜山国際映画祭にてクロージング作品として10月30日にワールドプレミア上映が行われ、同年の第33回東京国際映画祭にて特別招待作品として11月7日にジャパンプレミア上映が行われた。2021年のアヌシー国際アニメーション映画祭では6月14日にオープニング作品として上映。同時に長編コンペティションにも選出された。全国公開終了後もドリパスにてファンの投票によりリクエスト1位を獲得。同年8月22日に大阪で、8月28日に東京でそれぞれ再上映が実現した。略称はジョゼトラ。海洋生物学を専攻する大学生の常雄は、ある夜のバイト帰りに坂道を猛スピードで下ってくる車椅子の女性、ジョゼを助ける。坂道の上から降りてきたジョゼの祖母曰く、散歩中に目を離した隙に、誰かが車椅子を坂道に向かって押したのだという。アルバイトとしてジョゼの相手をするように依頼された常雄は留学費用のためにその依頼を承諾するが、ジョゼの可愛らしい容姿とは裏腹な高飛車な言動に並行してしまう。一度はアルバイトを辞めようとしたものの、ジョゼに言われるがままに様々な場所へと外出に付き合わされるうちに距離を縮めていく。しかし、ジョゼの祖母の死をきっかけに、二人の関係性に決定的な変化が生じ始める。本作には、キービジュアルが3種存在し、それぞれにキャッチコピーが付けられている。ずっと、届かないと思ってた。ティザービジュアル、優しさも、涙も、憧れも、全部。メインビジュアル夏版、この冬、一番の思い出を一緒に。メインビジュアル当番。アニメ映画版のキャラクター原案を手掛ける江本直によりコミカライズされ、ダヴィンチ2020年2月号よりから11月号まで連載された。映画公開10日前の2020年12月15日に、百瀬忍による小説版アニメ映画女性と虎と魚たちが角川翼文庫より刊行された。挿絵は秋月亮が担当。映画に登場しない場面も書かれている。ジャーナリストの佐々木俊直は自身のツイッターで田辺聖子の原作が1984年、池脇千鶴主演の映画化が2003年。いずれもそれぞれの時代に合わせた傑作だったんだけど、2020年のアニメ化もまさに今の時代の分断の先を求める心に突き動かされてて素晴らしかったと評した。アニメ評論家の藤津亮太は、自身の2020年アニメーション映画ベスト3に選出。本作のポイントを視線の高さと捉え、ジョゼの立場を常雄が理解するために厳しい試練を与えて正面から問いかけると述べ、ロマンチシズムと社会性が絶妙に融合したアニメならではの作品と評した。一方、実写映画版を高く評価し、自らも脳性麻痺と精神障害を持つダブル手帳は、現実味に乏しい作品だと述べ、実写映画版に登場したセクハラ男性がいなかった点を虎から目を背けたと批判。ジョゼが絵をたしなんでいるのを芸術の天才という属性が付与されたと捉えて疑問視した。ただ、ジョゼが自由な行動ができなかった10階を車椅子に乗る者の実感を見事に救い取っている。このジョゼのセリフだけで本作が世に出た意義はあったと評した。社会学者であり映画評論家の宮台真司は、キネマ旬報2021年1月上下、春合併号にて、本作に触れ、重要なモチーフとして、トゥゲザーを挙げた。最初は敵対関係にあった相手が、トゥゲザーでいることで、なくてはならない相手になる。嫌いだった相手を理由がわからないけど好きになっちゃう。何度見ても素敵ですと述べ、自発的ではない外的条件から、トゥゲザーであり続けることで、本人が予想もしなかった感情が湧き上がる。王道が直ちに昨今の人と社会への批判になっていますと評した。また、米映画批評家のクリス・スタックマンは、自身の YouTube チャンネルで、リアリー・リアリー・グッドとして、本作を紹介。ジョゼのキャラクターの描き方が非常に丁寧。ジョゼを嫌な性格の子に描くこともできたが単純に、そうはせず、自立した女性を描いており、さらに青年と出会うことによって、彼女の世界が広がるという部分が良かった。よくあるアニメの恋愛映画にとどまらず、周りからは認められなくても、クリエイティブに行動することによって、自身の可能性を広げる描き方が素晴らしかったと評した。ジョゼに関するカテゴリー。ありがとうございます。